はい、どうも、くまです。けしけしやっていこうと思います。はい。皆さん、小さなメダルは順調に集めていらっしゃいますでしょうか？はい。僕もなかなか苦戦しながら、小さなメダル集めております。はい。なかなか集めるの大変ですよね。うん。でもやっぱりね、絶対集めてもらいたくて、まあ皆さんご存知の通り、121枚集めますと奇跡の剣が手に入ります。非常に優秀ですよね。非常に強いです。持ってる方も非常に多いと思いますけども、ぜひね、皆さんにね、やっぱり取ってもらいたい武器、特に無課金の方、これあるとないとではね、回復が全然違うと思うんですよね。非常に強い武器なんで、僕もどんどんね、これレベル上げていきたいなと思ってます。はい、ちょっと早速やばい、使う時があるかな。今ねレベル12ぐらいだったかな。どれぐらいだろう、そんなレベル高くない。はい、ミラクルソード。はい、あれ今どんぐらい回復したいの。結構回復しましたよね。100ぐらいからもう559ぐらい、相当回復するよね。これスライムエンペラーとかより全然回復するんじゃない？どうすか、相当回復しますよね。でしかもダメージも与えるっていう、めちゃめちゃ強くないですか？これだからあれですよね、回復薬いらなくなっちゃいますよね。例えばミラクルソードはミラクルソードでやっぱり弱点というかね、注意点というか、武器扱いなんだけど、武器なんだけど、やっぱり回復が、いや、すごい回復するな。めちゃめちゃ回復するじゃん。回復がメインになっちゃうのかな。3回しか使えないんですよね。それがちょっと残念ですよね。これずっと使えたらもうめちゃめちゃ強いよ。最強武器じゃない、ずっと使えたら。だからこれに変わる、これで星4だからね。これに変わるような武器が上位互換みたいなの出てきたら、もう全力案件ですよね。ちょっともう一回やってみますかね。はい。レベル13に上がりましたってことだね。はい、お宝箱、はい、30ターン以内にクリア、はい、8-2で30ターン以内にクリアすると宝箱出ますので、はい、まだの方30ターン以内でやってみましょう。はい、もう一回いきます。はい、もう一回やってみます。はい、いやー、だから編成もまたちょっとこれ変わってきますよね。今まで回復でスライムエンペラー入れてました、ピンクモーム入れてましたっていうところが、この奇跡の剣で良くなっちゃいますからね。であとあれでしょう、小さなメダルをまた集めるとメタスラの剣とかもね手に入るから、結構無課金でもすごい楽しめますよね。星4のモンスターでも相当強い、いっぱいいますしね。この連続2回攻撃やっぱめちゃめちゃ強いですよね。このアームライオンもそうだしね、手に入るモンスターばっかりで全然十分戦っていけるというか、しっかりね、メタルハンターとかスキルマックスとかにしたらきっと相当強いでしょうしね。使ってみるか。ミラクルソード、はい、597っすよ。レベル13、14、相当やっぱ強いっすよね。これがやっぱ一番回復するんじゃないかな、きっとね。ミラクルソードは絶対取ってほしいな。いや、取れてよかった。121枚頑張って集めました。はい。やっぱりでもスコアでこの小さなメダル集めるのも大変ですよね。やっぱり回復がしっかりしたやついないとなかなかスコア伸びないですもんね。
まずそこに121枚集めるのが大変かもしれないんですけどね。完全無課金だと。はい、これでミックスというか2199。すごいね。これミッションで確か1回で2500回復しなきゃいけないみたいなとか、2000回復しなきゃいけないとか、確かミッションであったと思うんですけど、やっぱりこのミラクルソードありきで考えられてるんですかね。すごいですね。これがあればまた小さなねメダル集めもはかどるんじゃないでしょうか。はい、これで2199。だこれレベル上がればもっと回復ヒットしますよね。うん、っていう感じですね。うん、小さなメダルは絶対頑張って集めましょうっていう動画でした。はい、またよかったら動画見てください。よろしくお願いします。それじゃまた。